車に興味を持ったきっかけ、なんかそれはでもじわじわと車好きになったっていう感じですね。最初もともと免許を取ってない時から、私はあの短大の時にミスコンにいろいろ出て、たまたま車のタイトルをいただいて、車系のチェッカーモータースのイメージガールだったり、マツダミスエチュードっていう車の準ミスグランプリで、そこのあたりからなんか車のに関わりを持ってサーキットに行ったり、あと、まあ、いろんなイベントに出させていただいたりっていうところで、当時は免許を持ってない状態で始めたんですけど、もう本当にそのタイトル欲しさっていう、もう本当にこうアルバイト感覚で始めたので、車には興味がなかったんですけれども、そういうこと、そういうところからいろいろ体験することが増えたおかげで、ちょっとずつその車が好きになったっていう感じです。何歳だろう、23ぐらいだと思います。 あんまり早くなかったです。最初に買った車何？最初は新車で買ったのは日産のプリメーラっていう車だったんですけれども、その前に実は免許を取って本当のすぐのすぐにホンダのバラードっていう車を買いまして、でもそれ多分1ヶ月ぐらいで廃車になってます。事故じゃなくって、事故までいかなかったんですけれども、サイドミラーが取れてしまいましたまあ取れた、取っちゃった、ぶつけちゃった、はい、電信柱にぶつけてこすってしまって、ポリッてこう取れてしまったので、そのままその子はさよならしました。でも次の車がプリメーラが来てたので、はい、ちょうど交代という形でメンバーチェンジです。思い出の1台、まあ、人生を変えてくれた1台っていうと、多分メルセデスベンツの SLK だったと思います。ちょうど2000年ぐらいだったと思うんですけれども、私がカーライフエッセイストとしてお仕事をするタイミングぐらいで購入した車だったんですけれども、当時やっぱり、まあ、メルセデスっていうのは憧れの車でしたし、オープンカー、カブリオレっていうのも乗りたい車だったんですけれども、なかなかこう適当な車というか、これだっていう車が見つからなかったんですが、そんな時に登場したのが SLK で、でちょうどその車に乗ったことによって、赤の SLK だったんですけれども、やっぱこうイメージ的にちょっとこう華やかな車っていうこともあって、ちょうどカーライフエッセイストとして仕事を始めたばっかりのところだったんですけれども、割とこういいイメージを植え付けてくれたんじゃないかなと思います。ドライブコース、海外でもいいですか？ニースからモナコに行くまでの海岸線の道が好きです。ニースからモナコまで行く道って3本道があって、高速通り、早く着きたい時は高速道路の道で、あと山の道、あと海沿いの道っていうのがあって、山の道の方はグレース・ケリーがこう事故を起こしてしまった、事故でお亡くなりになってしまった道なんですけれども、海沿いの道っていうのがすごく好きです カウンシルはすごく大人のイベントだと思います。このゆったりした優雅な空間の中で、このその時のテーマに沿った車をじっくり見れるので、すごくいいなと思いますね。去年は確かラリーカーだったと思うんですけれども、なんか毎回どんなテーマで来るのかなって思ってますし、勉強になります。やっぱりこう自分が知らなかった車をそのテーマごとで集めていただけるので、あ、こんな集め方があるんだなとか、そういうのをもともと生で体験できる、その場に行って体験するということが好きなので、やっぱりカウンシルも実際に足を運んで見るのが好きです。はい、やっぱり知らなかったことってまだまだたくさんあって、まあ、もちろんこれから先進化していくその最新のものっていうのもすごく大事だと思うんですけれども、今までの辿ってきた道でやっぱり知らなかった車って、私基本的に新車は、まあ、毎週のようにいろんな車に乗り換えて、もう最新の車に乗り続けてるんですけれども、乗っても乗っても
乗り足りないぐらい車たくさん種類があって、っていうことは今までも多分そういう車がずっと続いてたと思うんですよ。だから自分がいっぱい乗ってきたと思っていても知らない車ってまだまだたくさんあると思うし、そういうのはこれからもぜひ体験していきたいと思います。あ、機会があったら乗りたいです。なかなかやっぱりね、こう個人所有のものじゃないと乗る機会がないですし、まあ、見ることはあっても乗るまでっていうとハードルが高いんですけれども、クラシックカーっていうのもこれから、チャレンジしていきたい分野ですね。あ、でもその車を愛してるんだろうなと思います。あの新しい車に乗ってる人よりも愛が強い感じがするので、情が深いというか、そういうイメージはありますね。あの愛妻家なイメージというか、イメージはいいと思います。それはありますよね。やっぱり運転の仕方によってその方がよく見える場合もあるし、がっかりする場合もあるし、それは両方ですね。あの同乗者に対しての気配りだったり、あとやっぱり車ってすごい周りを見て運転するものなので、どういうふうにこう社会とつながっているかとか、社会に対しての接し方なのかっていうのが車の運転を見るとなんか分かるので、そこでなんかこう人を判断するっていう、判断するまではいかないですけど、なんか想像するということはよくあります。好きな車、好きな車で言うとケイマンです。ポルシェの、あのポルシェのケイマンは残念ながら私が第三京浜を走っている時にバイクのマフラーが飛んできて車のボディの下に刺さって穴が開いてしまって、でその車を泣く泣くちょっと手放したっていう経緯があって、すごく好きな車だったんですけれども、なんかこう自分の意思よりも早くに手放してしまったっていうところがなんとなく心残りがあって、いまだになんか思い出の車というか、なんだろうな、なんか意図せず別れてしまった彼氏みたいなそんな感じの車ですね。チェッカーモーターズにいて、はい、アルファロメオとか身近に接する機会あったり、でも免許持ってなかったんですよ。チェッカーモーターズのイメージガールの時には、あの副賞としてフィアットウーノかなを、あのなんかお借りできるかいただけるかっていう感じだったんですけれども、免許持ってなかったので、そもそも運転ができなかったので、それはいただかず、確か現金でいただいたと思います。はい、バウルですね。でも車とのやっぱり出会いが人生変えた。そうですね、自分で動ける、もういつ好きな時に好きなところに行けるっていう、でしかも安全に、女性だとどうしてもその防犯とかっていう部分もすごく重要だと思うんですけれども、車に乗ってるといくら深夜でも、まあ、ある程度のこう自分の空間っていうのが確保できるので、すごく安全に移動できる、もう最高の手段です。